始まりました。第5回ミオモンキーセンター飼育施設対抗何でもアピール選手権大会、通称甲子園。本日は準決勝の第2試合として猿井高専と犬神谷学院の対戦をお送りいたします。実況は私、飼育担当の奥村と、ウグイス嬢は事務部阿部が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。第1回戦ではアフリカ第3高校と静かながらも熱い戦いを繰り広げた猿井高専。今年の新設校としてそのベールが本試合でも明かされていくのでしょうか。対する犬神谷学院はアヌビスギヒとヤクシマザル、その両雄を引っ提げ準決勝でも勢いのまま勝ち進むのでしょうか。決勝戦、残り一席をかけた戦いが今幕を開けます。両チーム監督入場。さあ、ここで両チームの監督が入場します。猿井高専藤森区監督。はい。日本モンキーセンター医療福祉高等専門学校、通称猿井高専、通称まで考えてくれて本当にありがとう。藤森副監督の入場です。犬神谷学院船橋副監督。これはピンクイ、またしてもピンクイ。マカホームとの呼び名も高い船橋副監督、設定を忠実に守り今甲子園準決勝の舞台に舞い降りました。両監督が揃いました。ここでご覧の皆様にルールをご説明いたします。1試合は3回行います。1回ごとに各チームが出場選手に合ったテーマを発表、交互に2分間のプレゼンテーションを行います。3回終了後、良かったと思うチームに投票していただきます。今回の投票はツイッターで行います。動画公開から翌日の12時まで投票することができ、票数の多いチームの勝利です。はい、皆様ルールはご理解いただけましたでしょうか。今回の準決勝、副監督同士の対決とはなりますが、どちらも実力派と言えるでしょう。猿井高専の藤森副監督と犬神谷学院の船橋副監督はどのような選手起用をするのでしょうか。プレイボール。さあ、準決勝第2試合、いよいよ始まりました。1回表猿井高専。はい。猿井高専1個体目の選手はカニクイザルのメス、ヤマンバです。まず、なぜバックヤードにカニクイザルがいるかご紹介します。かつてモンキーバレーのようなオープンな施設、カニクイザルの山で飼育されていたカニクイザルたち、しかし特定外来生物に指定され規制が厳しくなる中、群れごと天井のあるケージに移す必要がありバックヤードにやってきました。現在バックヤードにいるカニクイザルの群れは3群、そのうちのムチ群と呼ばれるところにヤマンバはいます。ヤマンバ、現在24歳と高齢な個体です。小柄でどこか憂いを感じさせる顔が特徴です。そんなヤマンバを表す漢字は操るです。何を操るかと言いますと、こちらアルファ個体のムチです。超俺様なこの性格のムチ、2人の関係性どんなかと言いますと、実はこちらね、グルーミングしてるかのように見えますが、実はこれヤマンバの頬袋から食べ物を強奪しているところです。普通こんなことありえないんですが、ムチはヤマンバに対してこういったことを行っています。泣き寝入りするしかないヤマンバかと思いますが、実は違います。喧嘩ではムチに勝てない、だったらムチの権力を利用してやると思ったのでしょう。ムチの強奪を許す代わりにムチのそばをキープしてムチの女的ポジションをゲットしたヤマンバ、結果小柄で強い家系でもないんですが高順位をゲットしました。はい、バックヤードではこのようなパーティーをよくやるのですが、常に最前列に位置しています。後ろには控えて順番を待っている個体もいますが、ヤマンバは手前で食べていくことができます。また元アルファオスにもグルーミングさせるなど、なかなか優雅な姿を見せてくれています。はい、ムチはいい使えるやつだと思っているかもしれませんが、実は操って使わっているのはヤマンバの方です。以上、ヤマンバよろしくお願いします。1回裏犬神谷学院。はい。はい、犬神谷学院棒で一つバタゴを紹介させていただきます。よろしくお願いします。
ヤクシマザルって何ぞやって方が多いかと思うので紹介させていただきますと、ヤクシマに住んでる日本ザルです。日本ザルの亜種です。手足の短い日本ザルだと思ってください。で、日本ザルですので温泉に入る行動であったり、食べ物を水で洗う行動であったりとか、あと焚き火に当たる行動、こういった行動を、我々は文化的行動と呼んでおります。それぞれの地域によって行動が変わるというので文化的行動と我々は呼んでるんですが、モンキーバレー、モンキーセンターが誇る行動の一つとして枝使い行動というものがあります。で、この枝使い行動が得意なのが屋久島ザルの一つバタゴ。どういう行動なのか実際見ていただこうと思うんですが、こうやって用意されたかのような棒を持ってですね、フェンスの向こうにある食べ物を取ります。はい、フェンスの向こうにある食べ物を取ります。はい、この行動みんなできるんですじゃないのと思われる方がいるかもしれないですが、こちらの右の顔の子はやってみてください。全く取れないです。はい、全く取れないです。はい、こういう枝使い行動はこの一つバタゴのすごい得意技なんですが、中でもすごい得意なのがこの池に落ちた食べ物を取るっていう行動ですね。もう答え見えちゃってるんですけども、ちょっと一回こちらをご覧ください。左が一般的なヤクシマザルです。ピーナッツが池に落ちてますが、彼は取れないですね。祈ることしかできないです。こっちに来ないかなって祈ることしかできません。こう来ないなって、しょうがないから入って取る。はい、対して一つバタゴですね。一つバタゴ短い棒を持って始めこって池を探るんですが、長い棒が横にあることに気づくと長い棒を使って池の底にある食べ物を取ろうとします。はい、このように、一般的にヤクシマザル祈ることしかできないんですが、一つバタゴは自らの手で掴むことができます。こんなヤクシマザルの一つバタゴをよろしくお願いします。サルイ光線はカニクイザルのヤマンバ、テーマは操る。対する犬神谷学院はヤクシマザルの一つバタゴ、テーマは棒の勝負でした。両監督、次の回の準備をお願いします。ご視聴の皆様、チャットにて1回の攻防のご感想をお願いします。さあ、準備が整ったようです。それでは次の勝負に参ります。2回表、サルイ光線。はい、サルイ光線2個体目の選手は福島ザルのタッチです。タッチは2005年にモンキーバレーに生まれ、2012年にバッキャードにやってきました。では何があったのかと言いますと、当時からモンキーバレーには複数の家系が存在しました。その中である時、この大闘争が起きました。で、こちらの青いチームが勝利し、反乱を起こしたと言われているリンク側の、家系たちが吸収されていったのですが、この他の家系、当時若いオスが多くて、血気盛んなオスが多かったので再び闘争を起こすかもしれないということで、当時主戦力だったタイマイ、卵、ダイブ、そしてタッチが、群れから外されバックヤードにやってきました。ちなみにこの、反乱を起こした一番の張本人と言われているのがこちらの彼ですね。はい、皆さんご存知、この彼はバックヤード行きを免れ、ちゃっかり現在の群れのアルファについているという噂です。とても迷惑な、はい、ちょっと話が逸れちゃいましたが、今回の主役はこちらタッチです。ではタッチの、表す文字はダイ。はい、こちら一緒にバックヤードで暮らしている卵、ダイブ、タッチ。はい、何もひねることなく大きいです。そして一番タッチがダイを示すのがこちら大の字根です。どんな時でも大の字根です。ロープの上でも大の字根。はい、隣でちょっと緊張している個体がいても大の字根。はい、こちら1回戦で出場したヒミズの元パートナーですね。残念ながら今年の2月亡くなってしまいましたが、立花という個体はお母さんなんですが、彼女もよくこうやって大の字根をしていたのでお母さん譲りかもしれません。またグルーミングされている時もこんなに際どいところをグルーミングされても怒らないおおらかさが。鼻を起こしたような荒い、答えかと思われがちですが、実は大きな体で大の字に広げておおらかに生活しているタッチ、どうぞよろしくお願いします。2回裏、犬神谷学院。はい、
はい、犬神大学院組という文字で屋久島猿タンジーを紹介させていただきます。はい、屋久島猿、なんだ聞いたことねえよって方のために説明しますと、屋久島に住んでいる日本猿の亜種です。まあちょっと体毛が長い日本猿だと思ってください。で、日本猿なんで、あの一般的な威嚇のモーションっていうのがあるんですけど、こうやって目線を合わせて口を開けるっていうのが彼らの威嚇になります。はい、こちらの写真を見ていただくと分かるんですが、はい、目線があって口が開く、これが威嚇のモーションになります。で、今回紹介する屋久島猿のタンジーなんですけれども、あの飼育を見かけるとすぐにこうやって威嚇の表情をします。他の周りが怒ってなくても威嚇するし、ちょっと移動しても威嚇するし、ちょっと逃げても威嚇するし、あの毛づくろいをしているところなんですけど、この時もすかさず威嚇をします。だからもう鬱陶しいなと思って隠れても追いかけて威嚇してきます。はい、いかなる時でもこういう威嚇の表情を見せるんですが、彼女ちょっと7歳ですごい遊びたがりで、とにかく喧嘩がしたいとか取っ組み合いがしたいっていう年頃なんですが、まあ、もちろん船橋と喧嘩するわけにはいかないので、こうやって大勢っていうあの姪っ子がいるんですけど、大勢という姪っ子がいつも被害者になっております。こうやってゆっくりしているとヘッドロックを決められて、いつも落とされると。はい、で今ちらっと言いましたけど、あのモンキーバレーいろいろ家系がありまして、この火の家系とか地の家系とかいるんですけども、日本猿基本的にお母さんを中心とした母系社会、母系集団っていうお母さんが中心となった血縁集団を形成します。で、そのうちの他の家系はこちらになりますね。さっきのはここですね、松明のグルバコの下にあって、みんな顔が面白いんですけど、今回見ていただきたいのはタンジーとタマリンです。タマリン他の家系の1歳なので、タンジーとよく遊ぶんですが、こうやって遊んでるところを見ることができました。こうやって飛びかかって遊んだりとかしてるんですが、よく見てるとどうもなんかタマリン嫌がってるんですよね。あのタンジーが取っ組み合いしてくれるのがタマリンぐらいなんで、いつもこうやってちょっかいかけすぎて最近嫌われてます。はい、そんな、レスリング組大好きなタンジー、よろしくお願いします。サルイ高専は屋久島猿のタッチ、テーマは大、対する犬神谷学院はこちらも屋久島猿、タンジー、テーマは組の勝負でした。両監督、次の回の準備をお願いします。ご視聴の皆様、チャットにて2回の攻防のご感想をお願いします。それでは次で最後の勝負となります。3回表、サルイ高専。はい、サルイ高専最後の選手は帽子手長猿のドントです。ドントは1967年生まれ、94年にパートナーのマサコとともにモンキーセンターにやってきて、ギボンハウスで暮らしていました。そして1998年、現在ギボンハウスにいるカンが誕生しました。2007年、カンと喧嘩が目立つようになりました。これは異常なことではなく、長猿の子供は成長すると両親のもとを離れる習性があります。なので成長に伴い共に暮らせなくなることは当たり前のことです。動物を飼育するということは、そういった彼らの生態も理解した上で柔軟に対応できなければいけないんですね。で、翌年カンのパートナーとしてカナコが来園し、カンとカナコがギボンハウスで暮らすことになりました。それに伴いドントはマサコと共にロッキーランドにやってきました。残念ながら2015年、雅子は亡くなってしまい、以降ドントは一人で生活をしています。さあ、そんなドンと表す漢字は若い、んって思う方いるかと思います。現在推定54歳のドンと、決して若くないんじゃないかと思われがちですが、ノンノンノン、実はこの年齢を感じさせない若々しさがドンとのすごいとこなんです。高齢になってくると新しいもの、新しい状況への反応、重要性が、鈍くなりがちなんですが、ドンとはそれを感じさせません。その能力を遺憾なく発揮したのがこちら、今年の4月にクラウドファンディングによって皆様のご協力によって完成した新施設、多目的ルームとお日様エリア、こちらの移動の時にドントがその力を見せてくれました。こちらドントのケージから隣のケージに移り、さらにこの移動用のケージに入ってもらって新しい施設に移動するという課題がドントに課せられました。こちらの隣のケージに移るのにドント数ヶ月かかりましたが、ここからがドントの快進撃です。はい、同様のケージに移るとき、これ一発です。スッと入りました。さらに新しい施設、生活エリアから通路に出る練習、こちらも一発です。そして帰ってくる。
こちらも一発で。おかえり。そしてこちら1週間前です。はい、長い長いツールも行く練習です。まだ浅くの施設には行かないんですが、お日様のもとまでどんと歩みを止めることなくまっすぐと進んでいきました。これも一発。そして久々のお日様に当たることができました。人生100年ならぬ猿生100年、まだまだ若い、どんとよろしくお願いします。3回裏、犬神谷学院。はい、はい、犬神谷学院長で薬師魔猿開幕を紹介させていただきます。はい、ちょっとダメ押しで薬師魔猿何か説明しますと、日本猿の薬師魔に住んでる亜種ですね。もうどうしてもわからない方は顔の色の薄い日本猿だと思っていただければなと思います。で、日本猿、群れのイメージこうだと思います。ボスがいてその下に子供がいるみたいなイメージがあると思うんですが、そうではないです。はい、日本猿の一番強いオスはこうやって食べ物を独占してるのをよく見えるかなと思いますけど、食べ物独占します。とにかく腕っぷしが強くて体がでかいっていうのが日本猿の一番強いオスの、一番強いオスで、別に群れを求めるというわけではありません。とにかく力が強いから食べ物をたくさん食べられる、それだけです。はい、で、彼はこの群れの一番強いオスで、我々はアルファオスと呼んでるんですが、松明はこの約140頭いるモンキーバレーの頂点に、いる日本薬師魔猿になります。はい、で、それだけではないんですけども、あのモンキーバレー、こうやって背の高い鉄でできた櫓、があります。この櫓、このいろんな猿、もちろん高いところには登るの、日本猿登るのはすごい得意なんですけども、松明はこれを使った、私は自分は強いんだぞアピールがあります。はい、私この櫓って、猿たちにとってはテリトリーなんで、飼育員が近づくともちろん怒りに来るんですけど、松明はこうやって飼育員が来るとこうやって急いで走って登りますね。一回走って登って一回ちょっと余裕こいてゆっくり歩いてみるんですね。で、ゆっくり歩いた後定位置に一回到達して、下にあいつがいるか飼育員がいるかっていうのを確認してから、おいるぞと、まだいるぞと気づいたら、ここの櫓の頂点に登りますね。そしてこの頂点に登って櫓を揺らします。はい、すごい大きく揺らすんですが、この櫓を揺らせるのは数頭しかいないんですが、特に松明は大きく揺らすことができます。で、最近撮ったんですけど、こちらの映像をご覧ください。上が薬師魔猿のピヨンっていうメスなんですけど、メスが揺らしたいときはちゃんとちゃっかり下でフォローしてあげるっていう松明の優しさというか、ちょっとした遠慮がちなところもあります。これが頂点に立つ男の領有です。はい、頂でクライミング松明を紹介させていただきました。今回で 3種目を紹介させていただいたので、次回全部紹介させていただきたいと思います。それでは講師ありがとうございました。さようなら。サルイ高専は帽子手長猿のドンと、テーマは若い。対する犬神谷学院は薬師魔猿の松明、テーマは超の勝負でした。これをもちまして準決勝第2試合、3回すべての対戦が終了しました。サルイ高専の藤森副監督と犬神谷学院の船橋副監督、どちらの情熱が皆様に伝わったのでしょうか。投票はただいまより翌日12時までの間ツイッターで行うことができます。プレゼンテーションの良かったチームへ投票をお願いします。各監督への結果発表は翌日11時55分頃から、直前よりその様子を YouTube にて生配信でお届けします。勝敗は皆様の投票で決まります。ではこれにて日本モンキーセンター飼育施設対抗何でもアピール選手権大会、通称甲子園準決勝第2試合を終了させていただきます。決勝戦は8月8日山の日、頂上決戦です。また来週この時間にお会いしましょう。本日実況は奥村、ウグイス嬢は阿部が務めさせていただきました。本日は皆様ご視聴いただきありがとうございました。